エアインテークは空気を取り入れる入り口でエンジンなどの空気を利用する機械の吸気のほか空気調器、機器の冷却、室内の換気などの目的で外気を取り入れるための開口部である。エアインレッドあるいは日本語で吸気口などとも表記される。形状によってはエアスクープと呼ばれる場合もある。エアインテークは機械の外から空気を取り込むための取り入れ口で特に航空機や 自動車などの輸送機械では風圧によりエアインテークへと空気が流れるように成形される場合が多い。より効果的に風圧を利用するために車体などから突出して開口部を境界層の外に出るように作られたものもある。移動する乗り物などに生じる風圧を利用してより効率的に空気を取り込むエアインテークをラムエアインテークと呼ぶ場合がある。ラムエアは 衝突する空気という意味である。走行風を積極的に利用して、吸気管内を流れる空気の抵抗を減らして、ポンピングロスを低減できるとして、自動車やオートバイなどような陸上輸送機器の分野にも応用され、レーシングカーや市販のオートバイで採用されている。回 -16 戦闘機のインテーク胴体及び、ストレーキの下にエアインテークを配置することにより、 大きな迎え角の飛行状態の際にも安定して空気が取り込まれる。回マイナス35のインテークミコヤン設計局ミグマイナス15。典型的なジェットエンジンのラムエアインテーク。中ダクトの採用例航空機、とりわけジェット機においてはエアインテークの数や配置、形状はエンジンや飛行機の性能に大きく影響する要素の一つである。航空機の用途によって エアインテークの設計も異なり、例えば空気の薄い高高度を飛行する航空機と低高度を飛行する航空機では設計が異なる。ターボジェットエンジンやターボファンエンジンではコンプレッサー翼の先端が流入空気に対して相対的に音速を超えると効率的な運転ができないため流入空気の速度はマッハ0.4から0.5に抑える必要がある。 エアインテークには流入空気を減速する機能が備えられ、ジェットエンジンの機上性能はエアインテークに大きく依存する。エアインテークとダクトの形式や形状はエンジンに供給される空気の圧力損失と流れの歪みを決定づけ、機上推進力と燃料消費に影響を及ぼす。おおよそエアインテーク内での圧力回復が1%、 減少すると1.3%の水力低下となる。またカウルや境界層分流器を含めたエアインテーク外側の形状も航空機の空気抵抗に大きく影響する。基本形式として中ダクトと、ピトー型、塩水型、二次元ランプ型といった形式がある。塩水型と二次元ランプ型は超音速ジェット機用で、超音速のより高い速度域で、 ピトー型よりも高い性能を持つ。円水型は二次元ランプ型に比べると、軽量にできる場合が多く、1.5%ほど圧力回復率が高い一方、空気抵抗が大きく、可変形状とするには構造が複雑になる。二次元ランプ型は約マッハにまで、円水型はそれ以上の速度で飛行する機種に利用される傾向にある。いずれも、 流入空気をエンジンに到達するまでに、音速の半分程度まで減速する。流入空気が超音速からアオ速 S にする際に、垂直衝撃波を経て減速されるが、減速前のマフ波数が小さいほど圧力回復率が高い。円錐型や二次元ランプ型では、開口部付近で垂直衝撃波を通過する前に、十分な速度まで減速するように、 斜め衝撃波を発生させる構造物として、インテークランプや、ショックコーンが設けられている。斜め衝撃波は、音速以下まで減速することはできないが、段階的、あるいは連続的に衝撃波角を変化させながら、徐々に流入空気を減速し、最終的に垂直衝撃波によって、音速以下に減速させる。このため、陰定クランプや、 ショックコーンの角度は一定ではなく、開口部に近づくほど、機体進行方向との角度が大きくなっている。また、アオン速飛行時には、開口面積を大きくできるように、可動式のインテークランプや、ショックコーンが採用される場合もある。近年の戦闘機では、エアインテークの位置や、形状の設計に、ステルス性も考慮されており、例えば、マイナス百十七攻撃機や B-2 マイナス、 爆撃機では、エアインテークの開口部を主翼の上面に設けて、機体仮面のレーダー反射弾面積を小さくしている。また、レーダー反射を増大させるファンブレードが正面から見えないようにする目的で、単発機ながら、エアインテークを胴体の左右脇に設けたサーブ39、グリッペンやイマイナス35といった例がある。イマイナス35ではこれに加え、 ダイバーアタレス超音速インレットと呼ばれる特殊なインテークを使い重量を減らしつつステルス性を向上させている。自動車のエアインテークはエンジンルームや車室へ空気を取り入れるために車体に設けられた開口部を挿す場合とエンジンの吸気管など空気を必要とする機器に直接接続された部品を挿す場合がある。エンジンが車体前方に搭載される多くの車種では フロントグリルからエンジンルームへ空気を取り込むが、エンジンが車体の後ろよりに搭載される、ミッドシップや車体後部に搭載される車種は、エンジンルームへ外気を導入するために、車体横や後部上面にエアインテークが設けられている。エンジンの吸気管は、エンジンルーム内に配置されるのが一般的だが、エンジンルーム内の熱の影響を少なくするために、吸気管の入り口近くに外気を導入するために、 ボンネットに開口部が設けられる場合もあり、フードスクープやボンネットスクープと呼ばれる。あるいは、吸気管の入り口の車体から外部に突出させて、外気を直接吸入させる場合もあり、エンジンの陽動に合わせて振動することから、シェーカースクープと呼ばれている。フォーミュラ1やインディカをはじめ、エンジンが車体後方に搭載される。 モータースポーツ車両では進行方向に開口部設けて走行風圧により積極的に空気を吸気管へと送る円筒形の部品が装備される場合が多くエアインダクションポットと呼ばれている市販車両にも走行風圧を利用した吸気管が採用される場合があり1960年代にポンティアック GTO などのディーラーオプションとして設定された GM の商標でラムエアーと名付けられ、ボンネットに設けられたエアインテークをキャブレターに直接接続する構造であった。1970年代のポンティアックファイヤーバードの時代にオプション設定されたラムエアー4ではフロントウィンドウの前方で空気の圧力が高くなることを積極的に利用するために進行方向とは逆の向きに開口部が設けられた。 リバースドエアスクープから空気を取り入れる構造とされた。あるいはフロントグリルの直近に、吸気管の開口部を設けて、走行風圧を利用する、ラムエアインテークの採用例もある。インタークーラーやオイルクーラー、ブレーキを冷却するために、これらに空気を導くエアインテークが独立して、設けられる場合もある。特に、エンジンルーム内の上部に、インタークーラーが配置される場合、 ボンネットや屋根の後方にエアスクープが設けられる場合がある。ベンチレーターとして外気を室内に取り込むエアインテークは多くの車種ではフロントウィンドウとボンネットの間のカウルと呼ばれる位置にあり、空力的にこの位置の制圧は他の部分よりも高いため開口部が車体進行方向に向いていなくても走行によって空気が流れ込む。これとは別に車体前面や 屋根前方に直接的に外気を導入するエアインテークが採用される例もある。装飾目的でエアスクープに似せた部品が設けられることもあり、ダミースクープとも呼ばれている。外気を導入する機能はなく開口部の奥は閉塞されている。日本車では1970年代末から1980年代初頭にかけて、 ターボチャージャー搭載車両を中心にボンネットにダミースクープが設けられる例が見られ、1980年代後半以降はリアフェンダーなどの車体側面に装着された車両が見られた。また S12 型シルビアなどエンジンや補給類がエンジンルームの高さに収まらない場合にダミースクープを設けて高さを稼ぐ場合もあった。ダッチチャレンジャーには 往年のシーカースクープを模したエアインテークシステムがオプションで設定されている。ウィンドシールド直下に設けられたラムエアインテークオートバイではエンジン吸気のエアインテークはエンジンレアウトやキャブレター、エアクリーナーの配置に応じてシートやタンクの下に設けられる場合や車体側面に設けられる場合がある。市販車では微物が侵入しにくいようにカバー開口部が サイドカバーなどでカバーされている場合が多いがエンジンの発する熱の影響を受けにくいように車体側面に開口部を設けて管路で導く場合もあるスーパースポーツタイプやメガスポーツタイプの車種には走行風を利用してより多くの空気を取り込み高速走行時の出力を向上させるエアインテークが採用されている車種があるラムエアシステムやフォースドエアインテークとも呼ばれ アッパーカウルの下部やヘッドライト付近などに開口部が設けられ、風圧によって空気が吸気管へ流れ込む動きを助ける。ありがとうございます。